ミハイル・トムスキー・ミハイル・パブロビチ・トムスキーは、工場労働者、労働組合主義者、ボリシェビキ指導者、全ロシア労働組合中央評議会議長、本名はイエフレモフ。トムスキーは、自身の解雇の結果、サンクトペテルブルクのその工場に、労働組合を作ろうとした。彼の労働運動は、政治的に過激となり、社会主義へと導かれ、 1904年に、ロシア社会民主労働党へ入党、やがては、党内のボリシェービキ派に参加した。サンクトペテルブルク近郊のコルピノで生まれたトムスキーは、エストニアに移り、そこで、ロシア第一革命に関わった。彼は、レーベリ労働者第二子ソビエト及び、レーベリ金属労働者組合の設立を支援した。トムスキーは逮捕され、シュベリアに追放された。 彼は脱走し、サンクトペテルブルクへ帰還して、そこで彫刻家、石版画家組合の議長となった。1908年、トムスキーは逮捕され、その後フランスに亡命したが、1909年にはロシアに帰国した。彼は政治活動ゆえに、再び逮捕され、重労働5年の判決を受けた。1917年の2月革命後、彼は臨時政府により釈放され、 モスクワに移り、そこで10月革命に参加した。1920年、彼は赤色労働組合インターナショナル初期長となった。彼は1919 19年3月に中央委員、1921年に組織局員、1922年4月に政治局員に選出された。トムスキーは1920年代に 共産党を恩恵派を指導したニコライブハーリンを呼び、アレクセイ・ルイコフと手を組んだ。彼らは共に、1924年礼忍死後の党内闘争において、ヨシフ・スターリン派と連携し、左翼反対派の粛清を支援した。1928年、スターリンはその矛先を、かつての同盟者へと向け、1929年4月の中央委員会総会で、ブハーリン、ルイコフ、 トムスキーを打ちまかし、1929年5月にトムスキーを労働組合運動の指導者の地位から解任した。トムスキーはソビエト科学工業の責任者となり、1930年までその地位にあった。1930年7月の第16回党大会以降、彼は政治局員に再選されず、1934年1月の17回大会までは、 中央委員会の正委員に泊まっていたが、同大会で彼は投票権のない委員候補に降格させられた。1932年5月、トムスキーは国家出版局の長となり、36年8月まで務めたが、ジノビエフ・カーメネフの第一回モスクワ裁判において、テロリストと関係したと非難された。モスクワ近郊ボリシェボのダーチャにおいて、彼は NKVD に、 逮捕されるよりも、拳銃自殺を選んだ。その死後、ブハーリンやルイコフ等に対する第三回、モスクワ裁判で、トムスキーは、国家反逆と、その他の罪で告発された。責任を取らされた息子は16歳で逮捕され20年間を、政治犯収容施設で過ごしている。ペレストロイカ期の1988年、ソビエト政府は、トムスキーのすべての容疑を取り消し、 名誉を回復した。ラテンモ字転車の例、ミハイル・パベレピッチ・トムスキー、ハットラテンモ字転車の例、フレイモブまたは、フレイモブ・ハット t p?、http コロンスラッシュスラッシュ www. スパルタカス .scholnet.co.uk スラッシュ rustomsky.htm2010 年12月9日時点のオリジナルより、 アーカイブ2009年4月22日へ閲覧ありがとうございます。